エーフェルウォッチャーファイナルシリーズ第2週目始めたいと思います。エーフェルウォッチャーは AFL オーストラリアンフットボールのプロリーグの試合の様子を毎週末の様子をお伝えしている番組です。私は日本オーストラリアンフットボール協会で普及規制を担当しています榊と申します。そして隣にいるのがジロングキャッツファンでゴールドコースト在住ヨシ、よろしくお願いします。お願いします。はい、先週に比べるとちょっと髪の毛伸びたんじゃないでしょうかさあ、週末、あ、その前にですね、まずエーフェル自体をご存じないよっていう方がいらっしゃったら、エーフェルって何、オーストラリアンフットボール説明動画という動画も上げてますので、そちらもご確認ください。5分ぐらいでね、簡単にあのルールが分かるようになってますので、ぜひご覧ください。で、週末のこれは結構2試合とも、まあ番狂わせが起きたんかな。これ、いや本当この両試合ともすごいいいゲームでした。楽しんでました。うん、あの上位から、ま、負けてしまって落ちてきたクラブが下から上がってきたクラブに両方とも負けてしまうという番狂わせがありました。ハイライト、ヨッシーがピックアップしてくれた動画から見ましょうか。メルボルンデーモンズ対カールトンブルーズの試合だね。はい、いやこの試合 もうすごい迫力あったんですけど、うん、やっぱり自分の好きなピックアップがこのラスト2ミニットにあるなと思ったので、ちょっと長めのビデオなんですけども、あのカルトンのスーパープレイと、あとメルボルンのちょっと良くなかったプレイヤーを両方とも紹介し、聞いていきたいと思います。まずこの長いビデオ見てください。これ見てください。ラスト2ミニットなので、はい、これあの、まあ、スコアボードが見えると思うんですけど、そうですね、これラスト2ミニットです。5分前からずっとメルボルンが7ポイント、5点とで勝ってたので、もう本当メルボルンはあとね、キープするだけでいいはずなんですけども、うん、ここからね、スコアしてるようにカルトが勝ったので、見てください。ここ、リーバイ選手、8番なんですけど、メルボルンのこのディフェンダーの王者なんですけど、この人がマークしたこのキックから、だんだんと狂ってくるので、見てください。だんだんとね、ここからね、カルトが反撃があるんで、ここもボールを落として、7番。ですね、このジャック・バイニー選手も素晴らしいキックなんですけども、ここターンオーバーからやられちゃうんですね。もしかしてバイニー選手がこれつないでたら、まあ、このままスコアをキープできたのかなと思うんですけども、さあカルトンのスーパーステップ見てください。なんでかわかんないですけど、2対1でエーカー選手がプレイオンでゴールを決めるんですけど、まあ、ここもサルブレーションがあってちょっと長めのビデオなんですけども、エーカー選手はあのまた違うビデオで見れると思うんですけど、本当にフリーで誰もディフェンダーがついてない結果だったので、うん、もここがメルボルンの負けた一つのポイントでもあるのかなと。確かに最後の方なんかスキルエラーもあったし、今ちょっと集中が切れて、あそこで2対1フォワード1人にフリーさせていくっていうのは通常のデーモンズはなんか考えられないね。いや本当考えられないと思います。本当もうラスト2ミネートなので、まあ、あの汚いプレーかも分からないですけども、ちょっと時間を、ね、本当にこう潰すイメージ出してこう、うん、フリーキック、フリーキックで、どんどん20秒、20秒、20秒で、うん、まあ、ウェイスティングしたらいいと思うんですけども、うん、もうここのターンオーバーからですね、このビジョン見てください。エイカーズ13番ですよ。まだ見れない、まだ見れない。ここからフリーなので、ちょっと2対1で、まあ、これもギリギリだったんですけど、このサルブレーション。ねえ。この中で、彼の中でも勝ったと思ったんでしょうね。でもまだこれでも時間あるからね、まだデーモンズもチャンスあるしね。はい、うん、ですね、まあ、この27番ラックマンもこのゴン選手に2回ともここでまたボールアップになるんですけども、この勝ったやっぱもうちょっとね、キャプテンゴンは歩くだけじゃないで、ちょっと もうちょっと頑張ってタップアウトしないとダメじゃないのかなと思ったんですけど、またまた多くなっちゃうんですけど、5番のカルトンプレイヤー紹介していいですか、セラ選手、選手5番なので、この人ね、毎回ボールにアタックしてるので、もう多分疲れてると思うんですけども、このエフォート、ここですね、ここでもまた走っていくプレーがあるんですけども、やっぱこういう中でもプレッシャーがカルトンはずっとプレスかかってるね、はい、ここですね。そしてここでもアタックして、またこれか、そうですね、ここでもリーバー選手のちょっとしたエラーで、うん、結局、まあ、あのプレーがここにビハインドで、まあ、時間がなくなってゲームをオーバーなんですけども、どうですかね、ちょっと疲れてるんですかね、そのままちょっと緊張したのか、メルボルの調子が最後落ちたような気がしました。
確かに最後の最後はさ、あそこでヨシが言ってたみたいにボールをキープするのか、より攻めていくのかっていうのはチームでなんか統一されてない感じはしたかな、なんかバラバラっていうか。そうですね、本当、ジュロングだと本当こうキープする予定でエラーが起きて負けちゃうパターンがあると思うんですけど、これメルの場合はなんか半分アタック半分キープのぐちゃぐちゃで結局カルトンが勝っちゃったようになったので、ファイナルシーズン、まだね2年連続でファイナルシーズン勝ってないですよ、メルブロンは。なのでちょっとバッドラックが続いてるのかなと思いました。なるほど、これがそのヨシが紹介した面々が、これ6人も紹介してた す,、ね、すごいね。そうですね、メルブルンが悪いんじゃないんですけども、この3人が本当にキャプテンだし、もうベテラン選手なんですけど、メルブルンがちょっとこう調子が上がってないプレイヤーで、逆にそのヤングプレイヤーたちがカルトンを頑張ったなと思いました、はい。まあ、最後はちょっとデーモンズミスが続いて2点差で負けてしまったと、カルトンはもうこれは素晴らしい最後の集中力で勝ち上がったということで、ありがとうございます。はい、もう1試合ですよ、このジャイアンツ、これ、アウェーのアデレードオーバルで勝ったんで、まさかね、アウェーのアデレードオーバル、もう本当に2週連続、ジャイアンツファンがほとんどいない雰囲気の中、勝てた試合はものすごい強かった、ジャイアンツ、プレッシャーもね、かかってたし、2つ動画を選んだんですけど、1本ずつの動画に2プレーずつあるから、合計4プレーだね、すべてフォワードのプレーになります、ご覧ください。まず1本目が我がキャプテントビー・グリーン、オールオーストラリアン、今年のね、オーストラリア選抜のキャプテンにも選ばれたジャイアンツのキャプテンのこの最初のゴール、ご覧ください。トビー・グリーンもこの試合で4ゴールだったかな、全部で。ん ?3 ゴールかな、3ゴール、うん。で、ロイド、このターンから、そのキャプテントビー・グリーンに、カールトンのディフェンス2人のちょうど間、背面キャッチになるような形で、これ結構難しいよね、この後ろから。いやー、難しいと思います。うん、トビー・グリーン、多分そこまでね、エンフェルプレーとしては背が高くないと思うんですけど、いいマークでした、うんうん。そうだよね。身長ないんだけど、まあ、息整えて、しっかりスナップでゴールを決めて、これで同点、ちょっとチームメイトをね、こうやって落ち着かせたと。そして、ペリマンからこれ2本目、リカーディのね、キック、あんまりスキルが高くないから、これぐちゃぐちゃになっちゃうんだけど、トビー・グリーン競り合ったと、これもトビーなんだよ。トビー・ベッドフォード。で、トゥーハイをね、こう我慢して、トゥーハイ我慢して、気にせず、スナップショット、このヨシがトゥーハイ、このトビーの笑ってたけどさ、我慢したね、あれ。いや、ほんとですね、これ、ライブゲームでこうズームアップするんですけど、トビーのこの真剣な顔が最高でした。かかってるけど、まあ、多いっていうアピールじゃなくて、もうボールにね、次、セカンドのボールに行ったのが、これ、ゴールにつながったと。トビー・グリーンとトビー・ベッドフォードのコンビネーション見ていただきました。もうファイナルだから、こういうちょっとね、あんまり綺麗にはつながらないんだけど、まあ、こうやってゴールを重ねていったと。もう一人のフォワードをご紹介したいと思います。ジェシー・ホーガン、フルフォワードですね。こちらもご覧ください。もうこの試合が、ジェシー・ホーガンが4ゴールかな。かなりターゲットになっていて、ジェシー・ホーガン調子が良かったので、ボールが集まってきます。元キャプテンのコニーリオからのキックが飛んできて、この角度ちょっとね、見づらいんだけど、本当はコニーリオのキック、外側を欲しかった、ジェシー・ホーガンね。外に蹴って欲しかったんだけど、内側に入っちゃったのを、ジェシー・ホーガンはうまく反応できて、ポートのディフェンスはちょっと反応できず、転んでしまったっていうシーンだったんだけども。うん、いや、本当そうですね。これ、フリーキックで、イージーにマークしたと思うんですけど、逆にこけたんですけど、切り替えがうまかったですもんね。そうだね、切り返しが良くて、そしてコニーリオからのハンドパス、ロイド、ダニエルつないで、これもジェシー・ホーガン、ちょっと1人余って、ハンドパス慌ててつないだんだけど、そうそうそう、本当にね、そのリアクションだよ。なんか、勝ってるのになんか最後逃げちゃって、外からスナップショット、これもちょっとヒヤッとしたけど、無事にゴール決めたと。うん、いや本当ね、本当背が高いビッグプレイヤーだとこうスナップとかそういうねかっこいい技はしないんじゃないかと思ったんですけど、結構ねワンステップでスナップ決めた時は感動しました。そうだよね、あれはちょっとギリギリだったんだけど、まあ、ああいうプレーもジェシー・ホーガンできるぞというのを見せつけたと思います。フォワードがすごくねこの試合調子良かったので次も期待できそうです。でホームページにちょっと見つけてジャイアンツのだけちょっとやってみようかなと思ったんだけども、はい、マッチハイライトのページにもあったんですが、このマッチベストだね、この試合で一番良かったプレイヤーベストオングラウンドをみんなで選びましょうっていうのでボートナウ、まだねこれ一回も選んでないので
これ選ぶとどうなるかって分かってないんだけど、ちょっと選びたいと思います、独断で。先ほど紹介したジェシー・ホーガンと、まあ、ポートの選手ももちろんいるからね、勝敗に関わらずこれ選べる。あと、コニルだね。でもね、この最後のウィットフィールド、あんまり目立たないんだけど、ハーフバックラインでものすごいプレッシャーをかけて、縁の下の力持ち、この試合は多分ね、ウィットフィールドがクロウトは、ちょっと選ぶと思ったんで、やっぱりね、クロウトっぽくここは行きたいんで、ウィットフィールドを選びたいと思って、これクリックできるのかな、これどうなるかちょっとわからないんで、どうに、あ出てきた、11%、うん、ホニーリオが 61%、ちょっと上のホーガンは、ジェシーホーガン、もうちょっと上、あ 18% で、元キャプテン、コニーリオ。この結果、よし、どう ?61%。うん。まあ、いいんじゃないですか。よしは、アマゾン見てからさ、コニーリオバカにしすぎだから、コニーリオ、60% 支持を得てると。いや、本当のキャプテン、本当、前のキャプテンなんですけど、キャプテンの時から、すごい調子が上がってるんで、今は好きです。今は好きになってくる。コニーリオも応援お願いします。で、その結果ですね、今週末の結果を後ろに出してもらいながら、ちょっと2個お知らせをしたいと思いますが、1点は毎週のようにお願いをしてるんですけれども、こちらの YouTube の企画ですね、メディアチーム募集してますので、また我々と一緒にこういう AFL をね紹介してくださる方がいればご連絡ください。そして試合ごとのハイライトですとか、こういうニュースと取り上げてくださいっていうリクエストもコメントですとかメールでお待ちしてますので、ぜひこちらもお気軽にお願いします。そしてジャイアンツがねファイナルシリーズ勝ち上がってますので、これ毎週毎週、ケーブルテレビのチャンネル700というチャンネルで、実はジャイアンツ戦を8月から毎週に日曜日放送してるんですね。で、英語の映像を AFL からいただいて、それを放送してるんですけれども、それに日本語の解説も載せて、初めて見る方でも、まあ、簡単なルールですとか、選手、分かりやすく見れるように日本語も入れてますので、こちらもね、ぜひご覧になっていただければと思います。早速、視聴者の方からもコメント、ポジティブなコメントをいただいてますので、多くの方に見ていただきたいなと思います。ジャイアンツ戦、今週末もあるのでそちらでご覧いただければと思いますが、ベスト4出揃いました。ジャイアンツは、1位で終えたコリウッドマグパイズと、これはでも大方の予想は多分マグパイズだよね。マグパイズは1週間休んでるし、ジャイアンツ体力消耗した上でアウェーのメルボルンで戦わないといけないから、ヨシはこれこの試合どう思う、金曜日。いやもう本当に分かんないです。勢いが乗ってるチームなのか、それとも本当にもう本当スーパーチームか分かんないんですけど、まあ、自分の中でも頑張ってくれたんで、ジャイアンツとカルトンでいいんじゃないかなと思ってますよね。下から上がってきた両クラブが、はい、マグパイズはグランドファイナル、2018年には出ていて、最後に優勝したのは2010年で、ジャイアンツはグランドファイナル出たのが2019年で、まだジャイアンツは優勝がないので、今年優勝できたらもうクラブ創設以来初優勝になります。で、カールトンも結構優勝から遠ざかってて、1995年に優勝して、グランドファイナル自体は1999年が最後なので、カールトンのファンもかなり久しぶりなんでね。よしはカールトンとジャイアンツを応援すると。うん、自分はライアンズを応援したいんですが、でもブリスベンとゴールドコーストはものすごく距離が近いんだよね、2つの都市がね。で、はい、よしはまあゴールドコースト住んでるからブリスベンも簡単に行けるし、ブリスベンをやっぱ応援する。そうですね、もう第4号ぐらい、まあ、ちょっとこれスキップして、まあ、ちょっとブリスベンサポートしてもいいのかなと思います。じゃあもしね、なんか予定が合えば、その ガバスタジアム、ブリスベン周りでも散歩して、ちょっと雰囲気でももう多分チケットは取れないと思うから、雰囲気だけでもね、もしチャンスがあれば。もう20分でチケットソールドアウトってなってました。やはりもう準決勝となるとそうなってしまうか、はい、いよいよ今週末、これで勝ったチームがグランドファイナル、9月30日に行われる決勝戦ですね、グランドファイナルに進むという重要な一戦になります。ちょっと我々も気合い入れて見ていきたいと思いますので、ぜひ来週も AFL ウォッチャーご覧ください。今週はこの辺で、また来週ありがとうございました。